モーターズ。はい、どうもこんにちは、モーターズのギョウトです。はい、今日もですね、元気に愛車紹介やっていこうと思うんですけれども、今日はですね、いつもの愛車紹介というかショップさんの車になります。僕ずっと逆光じゃないこれ。よいしょ。はい、こうするともうね、場所がどこだかバレてしまうんですけど、本日は大阪にあるうちおなじみのフィールさんに来ております。ほら見て、後ろハイエースだらけ。まあ、この間ね、うちの内原が、行ってたりとかしましたけど、今日は久々に僕がフィールさんのところにご挨拶に来させてもらったわけでございます。そして新しい車ができたらしいんですね。なので今日はその車を取材させてもらっちゃいます。なんだかね、面白い仕様らしいよ。まあこんな感じでですね、コンプリとかいっぱいあったりするんですけど、今日ご紹介する車はこちら。じゃじゃん。今日はこちらの親父一人旅仕様のハイエースじゃなくてキャラバンを取材させてもらっちゃいます。マスクが下がってくる。僕個人的にはお久しぶり、中島さんです。どうも、よろしくお願いします。久しぶりですね。最近やたら感覚が短いような気がする。はい、内原か。だよね、はい、スタイルが似てる言われて、どっちかどっちかわからんっていうコメントが。それはね、かなり中島さんに大きい方と小さい方とシュッとしてる方が中島ちゃんですよ。そうですね、うちの内原はドーン、ドーンってしてますからね。それは置いといて、今日はどんな車紹介してくるんですか？逆逆。今日はですね、前回からキャラバンのことを出させていただいているんですけれども、このキャラバンって他3台が多いんだろうな。どこの県？何県？何県の県？こちらから真ん中のお兄ちゃんですね、黒缶仕様というんですか、アウト側に使えそうなスタイルになっているんですけど、こちらの仕様はもともと4ナンバー8人乗れるっていう、トランスフォームバージョン3っていうのを、昔からずっと販売してるんですけども、それの派生バージョンでタイプ2っていう、違うモデルで、2段ベッドの付いたモデルを、2段ベッド、はい、車体自体は小さいんで、どこに2段ベッドつけるの、そこはちょっと知恵絞って、なるほど、作りましたね。タイルって何ですか？そうですね、標準ルーフ、一般的な4ナンバーのタイプですので、こちらのモデルになりますと、4ナンバーのままで、7名乗車とか、通常ですと5人乗りのお車なんですけれども、7人乗れるようにしてます。コンセプトは、ちゃんの車中泊に飛び立つ、プラス、時々ファミリーを送迎しますよっていう、ちょっと悲しいコンセプト。悲しいコンセプト。人間もちゃんと乗れるようにっていうので作ってます。なるほど。じゃあね、見た目はもうすでに映ってると思うんで、そうです、早速中を見せてもらっちゃいましょう。行きましょう。どう、はい、はい、じゃあその一人旅仕様見せてもらえますか？はい、行きますよ。はい、これ電動スライドドアがついてるモデルなんで、ほう、ボタン一つで、ほう、開いた。てってれー。え、広くないですか？はい。え、何これ、なんでこんな、え、足元めっちゃ広、何これ。対面ラウンジでリムジン的な使い方もできるんで、はいはい、センターポール、テーブル立てれば、うん、ちょっとした事務室みたいな使い方もできるっていう感じでは、はいはいはい、レールが一番後ろまで埋め込みさせていただいてますので、サードシートはもうこっそり後ろまでなってますね。あ、そうなんですね。はい、いけますよ。え、これなんかレールの幅が手前と真ん中で違うじゃないですか。はい、そうですね。で、今回使用しているレボシートなんですが、前のシートが1300ゆったり座れる3人掛けのシートっていうのと、後ろ今回二の字の家具を踏んでますんで、うん、はい、それをはめれるようにシート自体は2人掛けの900ですね、90センチの幅のもの、うん、ちょっと窮屈にはなるんですけれども、確かにちょっとちっちゃいですね。そうですね、こちらの方がレールの幅の規格が違ってきますんで、前の1300とは互い違いになってるんですけども、うん、干渉しないようにちゃんと埋め込んでます。あ、なるほど、こうなってるんすね。そうですね。へえ、ということはあのシートの可動域って今が一番後ろで、そうですね、一番後ろで、はい、ここからこのレールの先端まで前まで持ってこれますので、もともとシートトランポ仕様にもなるようにっていうので、一番前まで折りたたんで、はいはい、チップアップしたのが前
持ってこれるんですけど、なるほど、その機能そのままにしてます。へー、はい、え、じゃあ今これめちゃめちゃ、うん、こう足元広々みたいな状態ですけど、はい、一番前まで持ってくればめちゃめちゃでっかく荷物も詰めるみたいな。そうです。で、まあ、後ろに乗車される方が、まあ、いない場合、はい、荷物を目いっぱい乗せるってなってきますと、後ろの先端から、はい、シートのエンドまで、まあ、190cm ありますので、あ、そんなあるんですね。原付ぐらいでしたら全然積載可能です。この見た目でトランポとしてちゃんと使えるんだ。トランポで使うのなんてぶっちゃけ中なんか気にしないで、そう、とりあえず積み込みたいみたいなノリで買うじゃないですか、はい、デラックスで作られたりとかってされる方多いと思うんですけど、意外とこの標準ボディででもそれが可能なような仕様にはしてます。いや、これはすごいわって思ったら、あれ、ここなんか板4つありますけど、まさかこれがさっき言ってた2段ベッドですね。あの2段ベッドで車中泊できるようにっていうので、はい、今これ上のベッドマット4枚式なんですけども、うん、はい、まあ、本来まあちょっと今開発中なんでバンドで止めれるようにはしてますけど、はい、傷んでる最中はこの状態でインストールしようかなと。なるほど、綺麗に収まってますね。そうですね、シートスライドする際にもあの邪魔にならないような状態にはしてますね。なるほど、はい、え、ちょっと乗ってみてもいいですかこれ。どうぞ。じゃちょっと失礼しちゃいます。はい、というわけで座らせてもらっておりますけど、広々って感じ。足こんなだって伸ばしてたら届かないんだから。これあの2人乗りのシートって言ってましたけど、1人でこうやって寝るのにバッチリですね。なんならこの辺に物も置けるし、こういう腰掛け方だってできるし、結構自由に使えそうですね。ですね。すごいいいなって思ったのが、男の一人旅というか、はいはい、ご家庭持ってたりすると自分の時間作りづらいとか、そうです、ね、1人になれないとかっていうのって、これだったらバッチリじゃないですか。ここの空間でも全部収まるし、はい、あそこにモニターもついてる。モニターありますよ。ということはここでもう こういうノリでくつろぎながら映画見たりとかもできちゃうってことですよね。すげえ。正面もこんな感じ。今ねちょっと三脚立ててましたけど、今はこれシートを畳んでこれだけの幅が確保されてます。おやおやおや、なんか怪しげなものがあるぞい。中島さん、これって何ですか。これあの今ちょっとオプションでつけてますサブバッテリーシステムですね。サブバッテリーなんだこれ、はい、左側、一席側のボックスの中に 105A のサブバッテリー、ディープサイクルのバッテリーと走行充電器で 1000W のインバーターですね。これで AC の 100V 使えますよっていうのと、まあ、DC の USB ですね、電源つけて。 USB ポートなんだ、はい、ちょっと一人で仕事したいなっていう時。そうですね、パソコンの電源とか取れちゃう。こういう 1000W ついてるんで、あらかたの電源は使えますね、はい、で 105A のサブバッテリーつけてますんで、はい、冬場電気毛布とかですと大体 560W プラスのものが多いんで、はい、まあ、その使用でフル満タンからの使用ですと連続で大体 14、5 時間使える計算では。ほうほうほう、そんなに14、5時間ティファールとかああいう湯沸かしとかなってくると、はい、あとそう、やっぱり大きいんで、あ、まあ、1、2回沸騰させたらもうはい終わりっていうぐらいのバッテリーなので、はいはい、走行充電では大体あの1日走ってもらって、うん、大体7割から8割ぐらいの充電率。フル充電っていうのはなかなか走行充電だけですと難しいので。そうなんですね。この車自体はあの外部電源ですね、100V、はい、家のご家庭のコンセントそのまま車にブスッとさせていただいて、はい、で充電するっていうのがあの備わってるものなんで、お出かけの前充電器させていただいて、うん、フル充電の状態でお出かけになられれば、まあ、出先で 100% の能力を発揮してくれるっていう。出かける前日とかにちょっと仕込んどけばいいってことですね。そうですね、まあ、何事も準備が必要というほどほどですんで。なるほど、完全に楽しむのであればそういう準備は必要になるんですね。そういうことですね、はい、逆側にも何かありますよね。運転席側のボックスにつけてるのが、はい、ベバスト製の FF ヒーターですね。あ、そうなんですね、はい、これもあの冬場の車中泊には必需品になってくるかなと思います。はあ、なるほど。押してみていいですか。はい、お、出た20度。あ、温度調整がダイヤルになってますんで、デジタルパネルになって比較的操作しやすくはなりましたね、はいはい、なるほど。これなら直感的にいじれますね。そうですね。じゃあ普通にもう電源も使えて、はい、空調もバッチリで、はい、でしかも照明もあるじゃないですか。照明も今まであのハイルーフ車とかに結構つけてたシーリングランプなんですけども、はい、まあ、こちらも結構標準ボディの方にも需要が増えてきましたんで、うん、まあ、これデモカーには、まあ、一応オプションにはなるんですけども、はい、装着してます。なるほど、なるほど、はい、標準ルーフなんで結構天井圧迫感あるのかなとか思いましたけど、さっき座ってみて全然そんなことなかったですね。そうですね、若干ハイエースに比べてセンターのもうコリ感がちょっとタッパーありそうな感じはするんですね。座った感じで言うと圧迫感がこのライトついててもそんなになかったんで、はい、
意外と同じ標準ルーフでもこっちの方が内張りが薄い可能性もあるかもしれないですね。なるほど、心配性は分かんないですけど体感です。体感で、なるほど。まあでもね、はい、数々ハイエースを見てきてる人がいるわけですから。そうなんですよ。でこんなポールとかもついてるんですね。そうですね、まあ、これカーメイトさんのサイドバーなんで、はい、まあ、そんなにあの値段的に高額なものではないんですけれども、やはりその手軽に買えるものっていうところだけあって、うん、オーダーは非常に多いですよ。キャラバンのいいところってなりますと、はい、ハイエースと違ってあの職人仕様で、あのナットがボディに埋め込まれているんですよね。ナットに対して取り付けが決まってくるんで、非常に取り付けはプロじゃなくて素人の方でもできちゃう、簡単にできちゃう。はい、そんなにサービスホール空いてるんだ。はい、キャップ外してそのままナット見えてるんで、はい、ボルトを盛り込むきっかけ、パンナット入れたりとか穴開けたりとかっていうような、ま、面倒な加工はもうほとんどないですね。あ、いらないんすね。はい、便利、すげえな。キャラバン、このタイプのシートっていうことは、うん、フルフラットにもちろんなる。もちろんです。1段目の前から後ろまで2列分のシートを使ったフルフラットのベッドマットに早変わりっていう風にあのこのレモシートはなりますんで。なるほど、はい。じゃあちょっと見せてもらってもいいですか。ですよ。ちょっと待ってくださいよ。あっちゅう間です。早すぎません？今僕タイムコード見てましたけど1分かかってないっすよ。前のあのキャラバンの時に比べてマット数とかちょっとね、シートの構造もちょっと楽ちんなんで、はい、意外と一人でも簡単。一人でもっていうのはやっぱミソですよね。上も随分広いですけど、はい、これ奥行きどれぐらいあるんですか？このベッドの長さでいうと、はい、もう140センチほどですね。横幅がもう同じぐらいなんで、ほぼ正方形。大人でも斜めに寝れば。そうですね、頑張ってあのハスに寝ていただければ。ちょっとやっぱこの赤ステッチかっこいいんだけど男のかっこよさ感ありますねこれ。今回こうボルドーでステッチやってますけれども、ダイヤステッチであれば黒色、うんうん、あとホワイトですね、3色フロントのシートカバーのデザインに合わせて作ってるっていうのと、うんうん、まあ、あとはあの遜色ないあの真っ黒っていうようなベタの黒とかでもお作りすることができるんで、はい、うんうん、そこはまたオーダーで好みによって使い分けできるようになっているということですね。まあ、いつもだったらここでですね、僕が寝転がってわー広いっていうのをやろうと思うんですけど僕はあのフィールさんでですね、一回身長の詐称がバレたっていう事件があったので。ないですね、僕バレました。バレちゃいました。フィールなのがバレた。過去にね、170ないことがここで発覚したんですけど、でも実際広いですよ本当に。リアゲートのところからビューっと来て、こっちの、本当にフロントのシートの真後ろまで来てますからね。ここの長さってキャラバンってどれぐらいあるんですか？あの寸法自体はもう作りハイエースとほぼ一緒なんで。あ、そうなんですね。はい、ここであの9尺3メートルっていう寸法ですね。全然広々使えちゃいますね。ちょっとこれ後ろから見てもいいですか？どうぞ。ちなみにここに外部電源の 100V を挿す充電器がついてますんで。なるほど、そこから取れちゃう、はい、そうですね。ガバッて広、めちゃくちゃ広い。何これ、パッとこう映像見るだけでしたらワイドボディっていう風に錯覚を起こしちゃうかもわからないですけど、はい、ベッドの作りっていうのもあって、うん、あの幅が広くなる。逆にギリギリまで使ってるってことですよね。ですね、もう余すことなく使わないとこの標準ボディの寸法ではなかなか難しいんではなかろうかというので、うんうん、だいぶ知恵を絞って、まあ、この2段の土台になる家具もちょっと試行錯誤して、うんうん、あまりこうねサイドに邪魔にならない寸法で作ってるんで。これフルフラットにしてちゃんとここに積載スペースあるんですね。シートの寸法がどうしても決まってるんで、ここにやっぱりあの40センチ50センチの隙間が出てくるんですけれども、うんうん、まあ、今ちょっと開発しようかなと思ってるのはここにもう一発自転車のカゴみたいなのほうほうほう、ちょっと荷物を濡れたものとかでね、スンと乗せるのにやっぱり一発カゴあった方が、はいはいはい、いろいろちょっと拡張できるオプションは、なるほど、まあ、ずっと試案してます。おお、はい、でもそうでなくても今これ多分クーラーボックス1個ダーンって乗るぐらいありますよね。全然乗りますね。例えばこんなんでピューンって山奥行って、うん、で朝から仕事もこの中でやって昼飯は自分で外に出してやるそうですよ、ね、七輪とか炭火でちょっと飯食ってまたちょっと仕事して帰ってくるとか、はい、遊びから仕事が全部一貫して車の中でできる時代っていう、すごいですよね。すごいです ね、究極のリモートワークですね。僕もリモート商談車の中でやろうかな。皆さんそういう遊びに関して個々にすごい知恵絞って、はい、こういうの作れるこういうの作れるっていうのを
結構オーダーはいただくんで、お客様の声の中からカタログできたという仕様ももちろんあるんで。へえ、あ、そうなんですね、はい、いやすごいな、今回の車も快適そう。ちょっとじゃあいつもの気になるお値段タイムに進ませてもらっちゃいます。はい、もともとトランスフォームバージョン3っていうのが4ナンバーで8人乗りっていうモデルを、はい、まあ、ハイエースキャラバン台紙作ってるんですけども、うん、そちらのプランで今339番かな、ガソリン車でそれをプレミアム GX で作ってるんですけれども、まあ、ちょっとまあシート幅は狭くなるんですけど、レールが増えたりとか、はい、で横に家具作って2段ベッドのマットも作ってるんで、うん、参考の金額としてまたカタログには正式に値段決めてないんですけども、あ、そうなんですね。できたら30万円以内に収めたいっていうのがあって、まあ369万予想はしてます。そんなもんなんすか。はい、まあ、家具と2段ベッドと、もうこれだけでも普通に単発でオプションで作ってくださいってなってくると、やっぱり25万から30万はかかってくるので、はい、まあ、そこら辺を価格帯にできればなと思っております。もちろんハイエースでも作れます。おお、そういうことですね。今回は、はい、キャラバンに力を入れさせていただいておりますので、キャラバンで作った次第です。なるほど。改めて、うん、それぐらいの価格でできるってことですけど、はい、いつもフィールさんで、うん、なんでそんなに安いのって思っちゃうんですけど、例えば、うん、車体だけで言うとこれっていくらぐらいになるんですか。ガソリンのプレミアム GX で296万。296万、はい、そっからプラス50万とか100万とかで。そうですね。例えば、まあ、シートだけ、この2列分のシートって、まあ、縫製も含めて巻き込みのせい交流になっていきますと120万とかかかっちゃうんですね。あ、それをそのまま速攻車体に乗せるととんでもない金額になる。それだけでも4を超えてくるので、うん、なるほど。ここからのお値引きを出すと、プラスと、プラスみたいに抑えさせてもらって、360万っていう価格設定をイメージしてるんですね。へぇー。まあ、大体60万ほどのお値引きができるかなっていう。そうなんですよ、ね。まあ、持ち込みでやるよりも、そもそもそのスタートとして。ですね。もうそもそ もう車体ごと購入していただくっていうのが、一番いいかなと。もちろん今、キャラバン乗ってますっていう。でも、はい、途中からの施工機能ができますので、はい、その辺はご相談いただければ、やっぱしっかりしていて、おしゃれで、もうなんか高級感もあるわけですよ、うん、だからいつも、なんでこんなに安いんだろうと思ってたんですけど、そうやって会社の中でうまくお客さんに安く届けようと、そうですね、自社工場を管理して、コストを抑えて、そのフィードバックっていうのは、安さと、あとスピード、はい、スピード、キャンピングカーとかですと、もう半年、1年とかで、そうですよね、取るんですけど、スタンダードなの。作り込みの内容を特にサブバッテリーとかつけないという話でいけば、うん、まあ、こちらが作るバッテリーは大体のおしゃまで2ヶ月以内。おお、2ヶ月、今ね、マスクしてて分かんないと思うけど、僕はびっくりしすぎて口への字になってた。今の時期ですと、車中泊モデルとかご検討されてる方は、うん、自分の持ってる納期プラスちょっと長い目に見てもらって、前倒して車を見に行ってもらうっていうのが一番賢い対策の買い方かな。秋キャンプやろうって言って納車が次の夏だみたいなそういう話ってちょこちょこ聞いちゃうんで。聞いちゃいますよね、うん、貴重な話聞きました。ありがとうございます。いいえ。はい、というわけで、はい、今日は男の一人旅仕様、男のお父ちゃんの一人旅仕様のキャラバンを取材させていただきました。改めてありがとうございました。毎度来るたびにびっくりするハイエースキャラバンがありますね。ネタが尽きない。ネタが尽きないですね、本当に。どんだけあるんだこの人たちって思ってしまう。で、いざ買おうってなった時に、はいはい、まあ、言うても安いけど400万近いと、はい、ローンも結構それなりの長さで組んだりするので、そういうのもサポートしてるんですね。そうですね。オートローン、フィールでは新車のオートローン実質年率 1.9% で、最長10年120回払いまでずっと固定金利で支払いできますよと。安いで、はい、今回からちょっと新しいオートローンの試みをしてて、はい、いわゆる雑貨設定型ローン、うん、で5年に的絞って、はい、これカスタムカー専用の残価を、まあ、我々が決めさせていただいて、はい、5年後の価格に据え置いた差額分、これぐらいの車だったらこの価格で買い取るよっていう数字を我々に設定させてもらって、はい、その額分を乗ってる状況、事故とか走行距離とかに変わるんですけども、高値で据え置いて5年でも120から 1.9% は一緒なんですよ、はい、これだけでもだいぶ大きいんですけど、そう、月々の支払いの額自体もちょっと絞げれる、はい、ここら辺の車の乗り出しってなってくると大体400、450万ぐらいからスタートに来てくると思うんですけど、はい、
と5年経つと、その車はまあ我々も引き取りさせていただくので、はい、また次新車で同じやつを付けるで乗れると。なおかつそのオートローンをご利用していただくと、はい、次の購入にもあのサポート補助金が出します。次の新車の購入資金に10万円値引きされます。っていうものを、はい、やり始めますんで。そうなんですね。ぜひぜひ合わせてこの機会に、あら、ご依頼いただければ。でもその情報っていうのはホームページとかで出てた。そうですね、もうそろそろリエさんのホームページの情報はですね、概要欄の方に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。すごいな。あとは前回でもご紹介したハッピーサマーキャンペーン、8月末まで新車の購入に対して、はい、選べるやつのコースプレゼントしますんで、あら、ご依頼いただければと思います。いやー、もう本当取り組みが多くてすごい、はい、正直儲かりません。楽しみ方を考えて、はい、できるだけ安価でユーザーの方に提供しているっていうのは、はい、ビールさんすげえなーっていつも来て思います。本当に。でも今日も言わせてください。やっちゃう、いつものあれやっちゃう。やらせてください。この車に限らず、はい、今までもやってきましたが、モーターズチャンネルを見たと言って、はい、ここに来た問い合わせた方には何か一つおまけくれませんか。今回はちょっと前まで結構いろんなものをつけすぎちゃった、つけすぎちゃったんですか。今回はね、この辺に出てくると思うんですけど、はい、A ピラーのアシストグリップカバー、パーツ製のものなんですけど、はい、まあ、運転席助手席で出させていただきます。だからぜひ見たと言ってください。ありがとうございます。言わんと出まへん。そうですよ、みんな家がついてきますからね。A ピラーのところ、ここのアシストグリップのカバーね、はい、黒に赤ステッチにおしゃれ、はい、まあ、それこそこれと、そうですね、まあ、あのステッチのカラーに合わせた色をお付けしますんで、はい、お、はい、じゃあ色も選べちゃうんですね。はい、はい、というわけでフィールさんに問い合わせするときはモーターズチャンネルを見たと、皆さん言ってくださいね。お願いします。お願いします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録、この赤いボタンですね、これを押してくださいね。見るだけで押してないやつがいっぱいいるぞ。改めてフィーデさんの詳細、公式ホームページのリンクおよびこの車の詳細に関しては概要欄の方に URL 載せておきますので、みんなぜひチェックしてクリックしてくださいね。そして中島店長に会いに来てくださいね。でしでしっつってね、志村けんつってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。モーターズチャンネルからお得なプレゼントキャンペーンのご紹介です。7月27日以降公開された動画の中で紹介されているパーツをモーター柄で買ってくれた人には、なんとヌルエロパーツ、モーターコのタイヤ、ボディ、そしてガラス、このうちの3つの中からどれか1個をランダムでプレゼントしちゃいます。イエーイ。応募方法は簡単。モーター柄でパーツを買った時に備考欄に YouTube で見ましたって書いておいてくれればそれだけで OK。 開催期間は7月の27日から8月の9日まで、この2週間でカーパーツ、カーグッズを買って、あなたもこのヌルエロパーツ、モーターコの効果を体感してください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。